はい、東洋ハリキュー整骨院院長の石丸です。今回はですね、魚の骨が喉に刺さった時のツボで、ご紹介したいと思います。魚の骨がですね、喉に刺さった時ね、それに使えるツボですね。それで、これはですね、まあ、実際、うちでも経験済みなんですが、とてもよく効きますね。とてもよく効きます。それで、まあ、世の中ですね、まあ、いろいろこう、ツボ押しとかね、まあ、そういった、まあ、本とか、まあ、いろいろ情報はあるんですが、これはですね、本当に効きますね。で、まあ、実際ですね、まあ、先日も、まあ、当院に来てた患者さんがですね、喉に魚の骨詰まったって、魚の骨が刺さったってですね、治療中にですね、まあ、この、まあ、内管というツボなんですが、まあ、内管というツボに、お灸をしたらですね、帰る時までには、まあ、勝手に取れてましたね。自然に、自然に取れてたんで、まあ、これはまあ、すごいね、いいツボですね。それで、まあ、この内管というツボなんですが、まあ、これね、左手なんですが、まあ、左手ね、こうやった時にですね、二つ、まあ、線がありますよね、手首にね。その二つの線があって、その上の線から、二寸下なんですね。二寸下。まあ、真ん中のね、中指から、中指のこのラインありますね。中指のラインで、このまあ、手首のですね、上の線の、まあ、二寸下。で、一寸はですね、親指、横幅、一つ分なんで、二寸だったら、一、二ってね、やったこの下ですね。ここにですね、まあ、お灸、ね、お灸が一番いいと思います。まあ、ご自宅用のですね、まあ、千年灸がある方はですね、まあ、両腕にですね、まあ、3個とかね、4個とか5個とかね、こうやってみたらですね、自然に取れてくると思います。またですね、まあ、お灸がなかったらですね、まあ、もっとないかもしれませんが、この鉛筆芯、ね、鉛筆芯をですね、ペタッとね、貼っとくと、まあ、自然に取れてくると思います。まあ、あと、ツボ押しですね。ツボ押しに関しては、まあ、効くかどうかは分かりませんが、ツボ押しもですね、ちょっと試してみたらいいと思います。家にですね、まあ、一般の方で家に、まあ、お灸とか鉛筆芯とかなかったらですね、まあ、ツボ押し、ね、ちょっとね、軽く、こうやってみたら、ひょっとしたら取れるかもしれませんね。お箸とかでね、こうやって取ったりするよりは、まあ、全然効果が高いと思いますので、魚の骨がですね、喉に刺さったらですね、まあ、ぜひやっていただきたいと思います。またですね、まあ、鍼灸師の方はですね、これはもう治療法に関係なく効きますので、鍼灸師の方はですね、もし患者さんが、喉に、魚の骨が刺さったって言われたら、糖熱ですね、糖熱7層ですね、左右の内管にしてあげてください。それで、まあ、ね、治療が終わる頃にはですね、あれ、自然に取れてるみたいなね、現象が起こると思いますので、患者さんのためにですね、ぜひやってください。以上です。